ちゃめちゃ広すぎて、もう一個一個ね探すのが大変。すごい広い、めちゃめちゃ広い。久しぶりに来たけどここめっちゃ広くて、もう一回で見切れへん感じ。Far West Life。 はい、皆さん人生楽しんでますでしょうか。マサです。今回の動画はですね、こちらアメリカのホームセンター、ホームデポで、お買い物の動画になります。僕はですね、過去に、アメリカのスーパーとか日用品とかの買い物の動画とかも上げてるんですけど、まだ見てない方はね、ぜひチェックしてみてください。早速行ってみましょう。はい、ホームディポはですね、こうやって上のところを見上げると、どういうセクションがこう、ね、どこに何があるのかっていうのがずっとね書いてあるんですよ。例えば電球だったりとかね、電気関係、フロアリングとか、まあ、あのお風呂とかいろいろね奥にあります。まずね、うちはねエアコン の、あのエアフィルター、今もう古くなってるんでこれ買います。うちのサイズはこのね、20×20 なのでね、まあ、あの家によってねこうサイズも違うのでね、こういうサイズも気をつけてください。$9.98、安い。$10、普通やったら$20ぐらいするけどな、安いな。 OK。 はい、はい、じゃあね、今うちが電気がねだいぶ切れてきてるんで、これをね買います。で、電気もですね、デイライトとかブライトホワイト、ソフトホワイトとか、こう色はね多少違うんで、まあ、うちはちょっとこの普通のデイライトのやつをね、何個か買います。これが$10.26。はい、あとね、うちのね電気でこれも切らしてるんでね、これと同じやつですね。はい、はい、でこれね買っときます。これちょっとねよく切れるんで、これ3つぐらいね買っときます。はい、$6.26。はい、はい、ね、今回ちょっと買わないんですけど、このねラウンドアップっていうブランドね、これね草がこう生えてきた時にかけたら、あの草を殺してくれるんですよね。うちのバックヤードね、草ぶわー生えてきた時に草引きするのめっちゃ大変なんで、これかけといたらねめっちゃいいんですよ。で、以前ねこう草引いた時にもう最悪だったんですよ。で、今まだね、まだ夏前なんで草生えてきてないんですけど、生えてきたらねこういったものを買いたいと思います。これがね大体$26.97ですね。はい、まあ、実はお蔵入りになった動画で、僕が草引きして大変だった思いを、してる動画一回作ろうと思ったんですけどね、ちょっとお蔵入りになったんであげてないですけど、まずはね一番厄介なこの雑草を除去していく作業ですね。ね、嫁さんが植えたこの畑の中のもう枯れた草も全部まず除去していきます。これ見てください、ほらトゲがあるんですよ。これめちゃくちゃ痛い、手が。草が伸びてきたらこれを刈りたいと思います。はい、うちのお風呂とかよく詰まるんですよね。娘とか嫁さんとか髪の毛も長いしね、こう詰まるんですよね。で、そういう時にこのね、ヘアグレイズっていうの、これがね一番多分強力なんですよね。まあ、ちょっと大きなサイズを買いたいと思うので、これが$21.98。はい、これを買います。はい、これでねすっきり、掃除します。はい、このガーデニングセクションのね室内ではこうやってねいろんな野菜の種も売ってます。
アメリカではね結構バックヤードとかでこういった野菜を植えたりするのがね流行ってるんで、種もねいっぱい売ってるんですね。はい、こっちの方にもねいろいろ野菜が売っております。こんな感じでいろんな種類があります。じゃあね、これちょっと見てもらったら分かるんですけど、うちのガレージがですねちょっと汚いんですよ。だからそれを整理するためには棚が必要なんですよね。ただですね、これでっかいやつ、これ89ドル、まあ90ドルぐらいするんで、まあ、もうちょっと安いやつをこうね、探してるとですね、この辺かな、この辺だと34ドル98セント、はい、ということなんでこれをですね買いたいと思います。これが35ドルぐらい、はい、これ買います。2つぐらい買っとく。久しぶりに来たけどここめっちゃ広くて、もう1回で見切れへん感じ。ほらだってこんな広いのよ、これ。ここいつも思うんだけど、もうめちゃめちゃ広すぎて、もう一個一個ね探すのが大変。すごい広い、もういろんなものが売っててね、掃除するところからタイルからフロアのものから何でも売ってますよね。でね、あとねここねホームセンターなんで、こう冷蔵庫とか、電子レンジとかこういったものも売ってます。あとねこの辺がね洗濯機のセクションかな、ほらいろんな洗濯機を売ってます。まあ、値段もピンキリですけどね。あ、お金があったらいつかこういうね結構いい感じのなんか、ストーブっていうんですか、はい、これをね買いたいですよね。まあうちの家のこういうねキッチン用具も古くなるんでね、オーブンとかストーブとかいつか新しく買い替えたいですね。家の庭につけるようなライトからですね、リビングとかに置くようなライトね、そういったものまでいろいろありますね。もう種類が多くてですね、このナイトランプもそうだし、ね、このシャンデリアみたいないろんなのありますけど、めちゃめちゃ広い。さてと、でまあ今回はですねあんまり見ませんけど、外のセクションもねいろんなこうなんていうのプラントとかね、こういったものも売ってるんですよ、植物ね。はい、やばい、うちの息子がめちゃ泣いとる。まあこのラスベガスはね、あの砂漠気候で暑いんでね、まあこういうサボテンとかもね、あの植えるのもいいかもしれないですね。そしてなんといってもね、こういった土もたくさん売ってますしね、はい、こう畑とか作ったりするのにはいいかもしれないですね。それからあとはまあね、いつかねちょっと時間とお金にね余裕があったら、こういうねレンガも売ってるんですよ。すごいですよね、自分でこう庭とか作れるんでね、これ1個でね2ドル48セントとかぐらいで買えるんでね、はい、いつかこういうね、ブロックでフェンス作ったりとかね飾り作ったりしたいですね。はい、今ね嫁さんがねなんかこれ5袋で10ドルやから買えって言われたんで、めっちゃ持ってるんですけど、カートがねこういっぱいよこれ、うん、めっちゃ重い。はい、もう一個全部でね5袋頑張ります。いいよ、よいしょ。はい、あこれね見て、よいしょ、いける、なんか危ない。はいはい、ほらこれ見て、これこんなにパンパンやん。はい、じゃあね今ある程度欲しいものの買い物が終わったので、これからレジに行きたいと思います。ファーウェストライフ、はい、はい、じゃあね今買い物が終わりました。まあ一応ねさっきの、動画中にですね、紹介したものを買ったんですけど、今回合計でですね 159.72 でした。まあ日本円にすると2万円弱使いました。ちょっと値段かかりましたけどね、全部使うものなんで、まあ、こういった感じで僕はねアメリカのホームセンター、今回はホームディポで、まあ、買い物をしたと、
いった感じです。それではご視聴どうもありがとうございました。また次のファーベストライフでお会いしましょう。バイバイ。Thank you for watching this episode of Far West Life. The channel's theme is having fun in America. I hope you got to know a little bit about America by watching this channel. Please subscribe to this channel if you have an interest in America, and let's enjoy the Far West Life.